こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー長内でございます。そうですね、今日はあの非常勤先の、大学に、4限5限ということあの授業しに行ってたんで、4限5限って言ってももう結構あのお昼、正午ぐらいに、まあ、出ないと間に合わないぐらいのところで、で戻ってきて、もうちょっとさすがに、往復2時間ぐらい以上かかっているので、ちょっともう疲れてたので今日は動画休もうかなと思ったんですけど、頑張って撮ってます。昨日はビズっていうことで、今週金曜日に、私が、無料で、お話しする、Zoom のセミナー AIDX、のセミナー あの告知とかをさせていただいてましたけれども、あ、そうですね、AI とか DX とか全く、勉強したことないけれども、勉強 し始めなきゃまずいな、と思ってる方はちょっといいきっかけになると思うので、前回の動画の概要欄から、チェックしてみてください。まだ今日は、11月24日、ですけれども、まだ申し込めるんじゃないですかね。無料なんで、ぜひ、勉強し始めたいっていう方は、もう文系でも、全然構わないです。むしろ文系向けの話を、すると思います。文系 AI 人材みたいな言い方もありますからね。いつも言ってますけど、別に心理学、心理学科、心理学部とか心理学科卒業しても、大多数の人は、研究職や心理職にはつかないので、まあそういった方の応援もしたいなっていうふうに、セカンダリーでは考えています。で、もうなんかもう疲れちゃったから今日はいいかなと思ったんだけど、頑張って喋ろうと思っていて、今日の内容はですね、心理学サイコってことで心理、になってるんですが、実は心理じゃないです。そうですね、タイトルの通り、心理じゃなくてですね、弊社の個別指導講座では研究に関するご相談って非常に多く受けていて、まあ、むしろほとんど研究に関するご相談なんですよね。で、結構その一緒に作業をしたいっていうふうに思ってくださる方が受講してくださっていて、まあどの雑誌に投稿しようとか、まあそういうことのご相談をよく受けるんですが、その中でも意外に心理学界隈の方は意外に聞こえるかもしれないですけど、個別指導講座を受けてくださる方の中で、こう看護系の方っていうのは非常に多いんですね、実は。で、看護の研究って実は、心理学と方法論を共にしてるっていうか、心理学の方法論で、研究してる看護系の研究者の方って非常に多いんですよ。で、ただし